Why did never give up?はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日は、まあ、もしかしたらちょっと共感していただけないかもしれない話をちょっとしたいなと思うんですけども、まあ、ネット社会になって、何でもね、情報を、手に入れることができるようになったっていうのは、めちゃめちゃ、まあ、ありがたいことではあるんですけど、たまに困る時があるんですね。何かっていうと、僕の事情から言うと、プロレス、その有料チャンネルに入っているんですね。新日本プロレスとニュージャパンプロレスワールドっていうのが入ってます。これは、すごいんですよ。月額999円で、ほぼ全ての試合が見れてて、生で見れるんですよ。昔では絶対考えられなかったサービスで、しかも第一試合から最後まで見れて、で、バックステージのコメントも見れる。まあ、ファンにはもうたまらないサイトで、要するにその仕事とかが終わった後にゆっくり見ようかなとか思って楽しみにしてるんですけども、その間どうしてもちゃちゃちゃっといろんなブラウジングページをめくってしまったりすることによって、特にヤフーニュースねで結果を見ちゃうわけですよ。今から見ようかなって思ったのを、誰々が誰々を倒して勝利みたいな、こんなんやってる写真とか写って、いやそれ知りたくないやつみたいな、それでも何回もねやられたことがまああるわけですよ。これは見たくないのを 見なくていいようにする方法ないのかなってずっと思ってたんですけど、さすがにそんな都合のいいことねえよなとか思って、まあ、あれだったんですけど、いや、まあ、それに関わらずは、僕、本当今まで結果を知りたくないのに先に知らされた悲劇に見舞われたことが何度もまあ、あるんですけど、皆さんそういう経験ないですか?ほとんどがまあ、スポーツですよね。でちょっとまあ僕の中ですごい印象に残ってる思い出がもう3つあるんですけど、1つは1996年、アトランタオリンピックってね、アメリカのアトランタでオリンピックがあったんですけど、その時の話なんですけどね、僕はその時バレーボールが好きで、めちゃめちゃ追っかけてました。雑誌も読んだりビデオも撮ったりとかしてたんですけど、男子はオリンピック行けなかったんですね。で、女子だけが、まあ、本戦行けるようになって、で、まあ、なんとか頑張ってほしいなと思ってたんですけど、要するに、今みたいにテレビほとんどやってない、テレビとかネットもそうですけど、だから、まあ、NHK でやってるやつぐらいしか、まあ、見ることができなかったんですけど、で、その時はなんかどうしてもリアルタイムで見れなかったから録画をしてたんですよ。で、録画したやつを後で見ようかなって思って、その楽しみにしてたわけですよ。しかもその日アメリカ戦だったんですけど、もう忘れもしない、アメリカ戦、このアメリカ戦に負けたら日本は予選通過できないっていう、もう追い込まれた一戦だったんですね。勝てばまだ可能性はあったのかな。だからもう絶対勝ってほしいと思って学校からなんか入ってきて見ようとしたのかな、わかんないけど、ちょっと記憶曖昧ですけど、とにかく録画で見ようとして、でビデオをカシャンって出て、ほんと再生を押す瞬間、もう押そうかなと思った瞬間に母ちゃんが、あんた何見るとね、いやバレーの試合見てなかったから見るって言ったんですよ。今から見るって言ったんですよ。なんて言ったと思います、この人。ああ、日本負けたよ。その瞬間、今からどうなるかって見ようとした瞬間に結末を言われる。そしてしかもバッとな結末を言われる。もう俺、もう真っ白になりました。ということはこれ 今から見ても負けを見るってことみたいな。案の定やっぱり見たら負けてました。ふざけた。楽しみにしてる結末を教えるなみたいな。ひどくないですか。ちょっと考えたらわかるだろうって話なんですけどね。でもそれ以降僕本当に先に何かが終わった後に見るとき、もうめちゃめちゃ用心するようにしたわけですよ。で、そんな中、反省を、まあ、活かせるかどうかっていう、また一つ山が来ました。時は流れ、2003年。
この年は福岡ダイエーホークスってね、福岡の今ソフトバンクの前の前身の球団福岡ダイエーホークスが数年ぶりに優勝しまして、そして阪神タイガースと、日本シリーズをやるっていうことになったんですけど、私はもう万全を期してね、当時バイト、まだバイトだったんですけど、バイトの休み全部取りました。あの試合がある日、そうもうバッチリ取ったんです。ただ1日だけ、初日だけは、当時あのライブハウス昭和っていうところでライブ、あのレギュラーミュージシャンだったんで演奏行かないといけなかった。もうこれはもう仕方がない、うん、だからもう初日だけは録画してみるしかないと。でも楽しみにしてたんです、とにかく。で絶対に結末を聞かないように、電車で行ってたから、とにかく電車でもう絶対誰も結末言うなよと思いながら、もうあんまり人混みがいないとこ行こうとしながら、でライブ中も野球の話題にも一切触れることなく、楽屋の中でも絶対誰も言うなよとか思いながら、あそうですねとか言いながら、で演奏中はね、なんとかね、その野球の話題に触れることなく、まあ、終わったんですけども、まあその中、例えば今日そういえば日本シリーズやってましたよね、あそうですね、で結末言われるとこからと思って大丈夫で、そのまま電車乗って、もうあとはそれ頼むから誰も何も言わんでくれって言った、今日見たみたいな、やっぱり言うわけですよ、やめてよ。でも一応誰も結果のことを言ってる人はいなかったから良かったんですけど、ただ一言だけ、ズレータがね、そのズレータっていう名前だけが一人歩きしてたんですね。でズレータっていうのは、その当時の、まあ、福岡ダイエーホークスの助っ人外人の選手の名前なんで、これ逆に勝っちゃったってことなのかなとか思いながら、もうその家帰ってみて、でもまあ結構ね、いい勝負だったはずです、その日の第一戦で、今見れるかいいですね、じゃあ2003年の第一戦、あそうね、あそうまず2回に、1点入れて、そしてその後阪神逆転からのまた大栄再逆転、そして阪神追い6回に追いついたけど、また大栄が追い抜き去って、そして、7回についに同点に追いつかれたまま9回裏に行くわけですよ。で、多分ね、まず、松中選手がフォアボールで出塁、そして王監督、松中の足の怪我を考慮してダイソーに俊足の大越選手を送ったと、っていう流れで打席に入ってきたのがズレータだったんですよ。これもしかしてと、そう、そしたら打ちましたね。でサヨナラ勝ち、わー、あ、まあこっちの方だったらいい、なんかこう全てがつながった瞬間、うん、まあだったんです。これで終わればよかったんですけど、この年はね、その雨で一日ずれちゃったんですよ。だからバイトの休みが全部一日ずれてしまったから、最終日にもしもつれ込んだらまた仕事行ってから見ないといけないってなったんですけど、まあ案の定もつれ込みまして第7戦まで行ったんですよね。だからもう最終日はもう仕事中もずっとこうしてで、その時はね、もう誰からも話聞かずにバーンって帰って、で家帰って、もしでもう親も全部寝た後も誰も一言も言うなよって言いながらビデオ見て、こうやって見て、でね、確か最終戦は、ね、1-0 とかじゃなかったっけな、あ違うな、寝ちゃった。和田投手、今も頑張ってるんですね、和田投手が完投勝ちするのかな、で日本一は、もうなんかその大変でしたね、結末を知りたくはないが多分っていうのがまああったんですけど、でまあ結局今もうそのプロレスをまあ見てて、で今 G1 クライマックスっていう夏の一大イベントやってるんで、毎日結果が出てくるわけですよ。だからなるべくヤフーニュースは開かないようにしてるんですけど、癖でついつい押しちゃうわけよ。そしたらピョンって出ちゃうから、それをなんとかしたいなと思ってたんですけど、なんとね、今それをなんとかできるアプリがあるの知ってます？
ょこれを今日紹介したいんですけど、前置き長くなってすみませんね。Y ニュースエクスクルーダーっていうやつがあるんですけど、これを入れることによってね、なんかね、キーワードを入れられるんですよ。そのキーワードに関するトピックが上がらないっちゃうわけですよ。だから僕プロレスって入れて、あと G1 クライマックスで G1 って言った、あと団体名新日本って入れたわけですよ。それね、ヤフーニュース開いたら本当に記事が出なかった。いやこれすごいなと思って。出ないですよ、省かれてるんですよ。すごいよね。いやこれでね、心置きなくヤフーニュース見れるなと思ってですね、安心しました。ぜひね、リンク載せておきますので、ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。あと結末を言う意地悪な人たまにいますけど、まあ絶対ダメですからね。昔子供の頃にドラえもんの映画を見に行く直前に結末全部言うやつがいて、最低だなこいつ。パンフレットみたいなやつを読み上げられましたもんね。実は何々は何とかだったのであるみたいなこと言われて、いや今から見に行くのにみたいなそうそう、こういうのが知りたくない方、ぜひ先ほど言ったアプリを使ってみられてください。せっかくね、楽しみにしているものをね、あるのであれば絶対知りたくないですよね。皆さんも気をつけてください。ということで今日は、試合の結果をなるべく知らずに済む方法というお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは失礼します。